アルフレッド・ハームズワース初代ノースクリフ施策、アルフレッド・チャールズ・ウィリアム・ハームズワースは、イギリスの実業家、ジャーナリスト、アソシエーテッド・ニュースペーパーズの前身となる、巨大新聞グループを創設し、新聞王と言われた。アルフレッド・ハームズワースは、アイルランドのダブリン県ジャップ・エリザードで、弁護士の子として生まれた。兄弟には、弟で、ミラーグループの共同経営者であった。 ハロルド、外務次官などを務めたセシル、レスター、ヒルデブラントなどがいる。リンカンシャーのスタンフォード校を出た後、フリーランスのジャーナリストとして活動していたが、1894年に、ジ・イブニング・ニューズを買収し、再建に成功した。その後各地の新聞を買収して会社を拡大し、1896年5月に、イギリス最初のタブロイド紙、デイリー・メールを送刊した。 彼の経営手腕は他社の優秀な記者や通信員を高額で引き抜き、ニュースを得よ、真っ先に得よという特例を行って大衆に受けるジャーナリズムを追求した。さらに、エディンバラやグラスゴーといった遠隔地でもロンドンと同じ長官が見られるよう販売網を整備し、地方の読者も獲得した。また、大西洋横断飛行に多額の賞金をかけたり、 タイタニック号沈没事故遺族への寄付金募集といった、キャンペーンもいった。1897年には、弟ハロルドとの共同出資という形で、会社を株式会社、ハームズワースブラザーズに改祖した。この会社は、新聞社だけでなく、製紙工場、インク工場の経営も行っている。百二十一年の訪日の際の、奈良でのハームズワース第二次防和戦争の際には、 ラドヤード・キップリングらも参加したカフや戦争孤児のための大規模な事前キャンペーンを行った。1903年にはデイリー・ミラーを創刊し、ザ・タイムズとオブザーバーを買収した。1904年にはエルムウッドの順弾尺となり、1905年にはセントペーターのノースクリフ弾尺に助せられている。1918年にはアメリカにおいて、 イギリスの戦争広報を務めた功績により、セントペーターのノースクリフ子爵となった。1921年には、日本や朝鮮、中国を歴訪している。1922年にカールトンハウステラスにて、新内幕園のために没した。彼には、子供がいなかったため、爵位は一代限りとなった。新聞事業は、弟ハロルドが継承した。第一次世界大戦。 ノースクリフの新聞は激しく戦争熱を煽り立てた。一方の手をタイムズという厳粛内心で武装し、今一方の手ではデイリーミラーという普遍性を持って武装した彼は戦時世論において支配的な権力を振るうことを望んだ。1915年3月、ヌーブシャペルの戦いをはじめとするイギリス軍の攻勢が失敗した。 ノースクリフ自らが執筆したとも言われる5月21日のデイリーミラー社説は、保冷所キッチナー陸軍大臣が高性能砲弾を供給しなかったことが原因であると書き立てた。この問題は数週間にわたって政界を巻き込む騒ぎとなり、キッチナーは一時辞任を申し出ている。しかし国民的人気のあったキッチナーに対する攻撃は読者の反発も招き、 デイリーミラーの部数は一時6万部減少している。ノースクリフはデイリーミラーの部数がわずか2部になり、ザ・タイムズが1部になったとしても構わないと方言したが、実際は部数減少を大いに気にしていた。その後もハーバート・ヘンリー・アスキス首相を攻撃し、内閣の崩壊を招いている。この政変はデビッド・ロイド・ジョージの首相就任につながり、ノースクリフは その戦争内閣の下、プロパガンダに関する委員会、いわゆるウェリントンハウスに参加した。デイリーエクスプレス等を経営する同業のライバルであったマクスウェル・エイトケンが情報大臣となると、中央同盟国に対するプロパガンダを行う、クルーハウスと呼ばれるセクションの長となった。1917年にアメリカに派遣され、戦争協力を訴えた。終戦が、 明らかになると、ノースクリフは政治への野心をあらわわにし、パリ講和会議にイギリス代表として参加する希望を公言していた。この希望をロイド・ジョージが拒絶したため、ノースクリフはロイド・ジョージに対する批判を開始した。そのキャンペーンは、ドイツに莫大な賠償を求めるなど、対独強行論を中心としたものであり、時として論理一貫性を欠く攻撃のための攻撃に陥った。 ありがとうございます。